それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で前回は有理数演算の乗用感への埋め込みですとか、それから、有理数の含み分といった計算を拡張ゆっくりとご助法を用いて行う方法について解説いたしました。で、今日はですね、引き続きその拡張ゆっくりとのご助法、それから今回は特にその中国乗用アルゴリズムですねの、応用としまして、モジュラー算法というのを紹介したいと思います。で具体的な話に入る前に、モジュラー算法の一般的なその内容について紹介したいと思います。でこれは別に数学的にですね、厳密にモジュラー算法はこういうものであるという定義というわけではないんですけれども、その主にその多倍長を扱うアルゴリズムで、その法を使ったですね、そういう乗用感上の演算でいろいろ工夫しているというようなアルゴリズムを一般に交渉しています。で、よくある場合ですと、そのアルゴリズムで扱うその、絶対値の上階をまず出すわけですね、に対して、それをの2倍をがよりも大きいような n をまず求めます。それから、中国乗用定理を使ってですね、もともとは大きな数を扱う演算をそのより小さな方での乗用感での演算に置き換えて、ただその乗用感で係数を小さくしてしまうと、1対1作用にはなりませんから、そうすると計算結果が必ずしも正しくないわけですとは限らないわけですね。そこで、いくつかその方を異なる方を用意するわけです。で具体的にはここにありますように、その N1 から NK という係数の方、係数類の方を用意しておいて、でそのそれぞれの方でその係数の乗用を取って、でその世界で乗用感の世界でそれぞれアルゴリズムを実行して何らかの計算を行うと。で最後にその中国乗用定理を使って、その今ですね、使った N1 から NK のその法の積の、N を法とするような符号を復元するということをします。で、その際にその大事なのは、ここでのその解というのはあくまでもその使った法の積のモジュラル N での解ですので、これがその整数解、もともとの与えられた問題、整数上与えられた問題に対する整数解に一致するように、この N を十分大きく取る必要があると。で、そのために、一応このステップ2にありますように、あらかじめそのアルゴリズムで出てくるその数の絶対値の上階というのを見積もっておいて、それを十分大きく上回るようなそのラージ N を求めておきます。で、このラージ N に対して、それらの積がですね、そのラージ N に等しくなるようなより小さな方を定めるということで、ポイントとしましては、この法をですね、計算機上ですと1ワード程度に小さく取っておけば、そこでの乗用感での計算っていうのは、単精度での係数を扱うわけですので、効率は良い、多倍長を使うより効率は良いと。で最後に、大きな方での その解を復元することで、多倍長での計算を効率化を図ろうというのが、このモジュラー算法の主なアイデアです。で、その中で今日はですね、その行列積をに対するそのモジュラー算法というのを取り上げたいと思います。テキストですと、64ページにありますセクション 4.9 の行列積の方計算というところを扱いますので、テキストをお持ちの人はそこも見ながら確認しながら進めてください。で、ここでやることは、その多倍長数を成分に持つ行列の積の計算です。で、A と B をその整数の、を成分に持つ M 次正方行列として、その AB、積 AB を計算するということですので、数学科3年の我々皆さんからしますと、その非常に単純な
基本的な係数、ブリの計算なわけですね。ただの行列式ですから、線形代数の1年生のほぼ最初のところで学ぶ内容ではあります。で、一応ですね、表記がちょっと、この授業特有のものですので、確認しておきますと、これ C の括弧 RT って書いてあるの、これ RT 成分ですね。RT 成分をこう書きますので、間違いないようにしてください。で、A と B についても、これ、A の RS 成分と B の ST 成分という意味です。で、この式はもちろん皆さん、パッと見てわかると思いますが、この、行列の乗算の定義ですね。この RT 成分の乗算の定義なわけです。でまあ、こういう計算を、行うんですけれども、じゃあ、これをですね、その、問題になっているのは、もともと数学的にはこれ、A と B の各成分は整数ですので、整数の乗算、加減乗算があれば、何も問題ないんですけれども、計算機上では、これ、A、B と各成分がその多倍調数になっているという点が、に注意します。例えば、行列の次数が、数十次とか数百次のような行列で、で、各成分が、十進で100桁とか200桁とかっていう場合ですね。でそうすると、そういう100桁や200桁の数の、加算や乗算というのは、非常に手間がかかるだろうということは、そんなに想像に難くないと思うんですけれども、それを、効率化しようという話です。で、そこで、まずですね、これ、この行列の乗算をですね、素朴に、多倍調数の、加算や乗算を用いた場合の計算量を見積もってみたいと思います。で、この式なんですけれども、まず条件としましては、この行列 A と B の各成分の絶対値の最大値を、M としましょう。ここにありますように、A と B の各成分の絶対値の最大値を M としまして、でそれから、L をですね、M の長さとします。長さというのは、この授業のだいぶ前の方でやりましたけれども、多倍調数で表した時のワード帳ですね。M が何ワードで表せるか。すなわち、この行列 A と B のその各成分というのが、たかだかその何ワードの多倍調数で表せるかっていうことを見積もっておきます。で、この時にですね、じゃあ、この計算で扱う数がどのぐらいの大きさになるかということをまず見積もりますと、まずここで、A の 1個の成分と、それから B の1個の成分を掛けますよね。掛け算を行った場合の、大きさの上階というのは、もともとの成分が、の絶対値が M 以下ですから、それの掛け算の上階は M2 乗になるでしょうということですね。でそれから、この C の その RT 成分を計算するには、この A の RS 成分と B の ST 成分の積を、ここにありますように M 回こう加算するわけですね。でそうすると、まずその1回のこの A と B の成分の乗算の際の数の大きさが M の2乗で抑えられたときに、それをその M 回こう加えますので、そうするとこの C の RT 成分っていうのは、M の2乗をかけるスモール M の大きさで上から抑えられるということに注意しておきます。でこれを M プライムというふうに置いておきましょう。でそれから、今回の計算では、スモール M というのは行列の次元ですね。この行列の次元が、ここで扱う成分の大きさ、ラージ M よりは、小さいだろうと。等しいかもしくは小さいだろうという状況を仮定します。これは、先ほども述べましたように、大体、普通の問題でですね、扱う行列としましては、次元が数十とか数百とか数千ぐらいであるのに対して、その成分の大きさは例えば10の、
100乗とかですね、数十乗とか数百乗とかっていう場合になるものを想定しておりますので、まあ、こういう仮定をしてもいいだろうと。ということで、この M ですね、この行列の、次元 M のその長さっていうのは、そのワードとしての縄として表現したときの長さというのも、大体、その、この A と B のですね、各成分の、の表す多倍長数の長さで抑えられているということに、を仮定して話を進めたいと思います。で、これを使ってですね、まずこの、行列の乗算を行った時の計算量がどのぐらいになるかということを見積もっておきます。で、まずその各成分ごとの計算ですね、この C の RT 成分を出す計算の計算量を求めていきますけれども、C の RT 成分を出すにはまずこの A のどっかの成分 RS 成分と B の ST 成分の積の計算が必要ですね。で、これは長さ、L の多倍長数同士の、乗算となります。で、その長さ L の多倍長数同士の、乗算の計算量はどのぐらいだったかっていうのを思い出してみますと、それぞれの、まあ、今2つの数をかけますので、例えば A と B という多倍長数をかけるんであれば、その時の計算量というのは、その A の長さと B の長さの積に比例するということをやりました。ですので、まず、1個同士の長さ L の多倍長数同士の乗算、1回でかかる計算量というのは L2 乗になります、今回。L2 乗です。A と B の長さはそれぞれ L ですから、そうすると A と B の積にかかる、1回の積にかかる計算量は L2 乗です。で、じゃあその積がですね、この行列全体で何回登場するかっていいますと、まず、行列、成分 C の RT って1個の成分を計算するのに、登場するこの A の RS 成分と B の ST 成分の積の回数っていうのは、何でしょう、例えば A と B とあってですね、A のこう、例えば第1行から1個ずつ取ってきた成分と、それから B の第1列から取ってきた成分をこう1回1回かけ出すわけですね。そうすると、C の RT 成分を1個出すのに、必要なあの A の成分と B の成分の掛け算の回数というのは M 回なわけですね。で、これを C の、全部の成分について、M 回ずつの乗算を繰り返します。で、C の成分というのは全部で M 行 N 列でしたので、M2 乗個あるわけですね。で、M2 乗個の C の成分に対して、M 回ずつの乗算を繰り返しますので、そうすると、この行列の掛け算全体に登場する、まず、この長さ L の多倍長数同士の乗算というのは、合計で M の3乗回必要だということになります。で、そこで、そうしますと、この乗算に必要な計算量っていうのは、1回あたり L の2乗のものが、M の3乗回繰り返されますので、オーダーの M の3乗 L2 乗というふうになります。まずこれが掛け算の分です。で、次に、今度はその、例えば C の RT 成分を出すためには、この M 個の、この A の成分と B の成分の積を今度は加える操作が必要になります。で、加算なんですけれども、この加算もですね、これちょっと正確には M3 乗に少し減る項があると思うんですが、これもやっぱり一つの成分ごとに、まあ、ほぼ M 回の加算を行って、でそれをその C の M2 乗項の成分に対して、M 回の加算を行いますので、その加算も大体 M の3乗回行われると。で、しかもこの場合はその長さが M プライムといって、ここですね、その、ここで見積もったその M2 乗かけるスモール M という形にしていますけれども、まあこういうその長さの多倍長数の加算を、まあオーダーの M3 乗回でやるということになります。で、その
その M の M プライムの長さを見積もりますと、でこれが、まあ、ここにありますように、まあ、オーダーの L ということになります。で、で今度はその多倍長数、オーダー長さがオーダー L 同士の多倍長数 の、 あの加算に、必要なその計算量はいくつだったかっていうと、これはあのオーダーの L だったわけですね。これも以前やりましたが、じゃあ1回の多倍長数の加算に、まあ、オーダーの L だけの計算量が必要だと。で、M の3乗回繰り返しますので、合計で M の3乗倍の L ということになります。で、以上のですね、その乗算と加算の計算量を比較してみますと、この中でその、まあ、支配的な計算量というのは、それぞれのべきのより大きい方ですので、この場合はこの乗算の方の計算量がまあより大きいということで、これはあの素朴な計算を行った場合の計算量が M の3乗かける L2 乗のオーダーになりますので、これをあの中国徴用定理を使ってまあ改善しようというのが今日の話になります。ここまででしょうか。まず、その、まあ、モジュラ散布を使って、その、なんかアルゴリズムの計算量か、効率を改善しようと思ったら、まずその使う前にですね、その、じゃ素朴に今まで計算していたときに、そのどのぐらいの計算量がかかっているかっていうコストを、まず正確に見積もっておくということにします。で、次にその中国徴用定理を用いる場合の、その方法をどう決めるかっていう話なんですけれども、まあ、この、例えば N を法としたこの剰余の取り方っていうのはいくつかの流儀があります。一つは、0から N-1 までのその比負の整数を使うという方法。それからもう一つは、その負の数も使ってですね、だいたいマイナス2分の N くらいから2分の N ぐらいまで、その0を中心として、N 個の、弦を使うという方法、2つあります。で、ここで確認しておくことは、その上の、この C というのは、先に言ったその比負の整数を使って0から N-1 の整数で乗余を表したもので、で下の C' っていうのはこの後の方に述べた0を挟んだ形の乗余を使ったものとしましょう。でこの時にこの方 M がですね、先ほど出したその行列の、成分の上階 2M' を超えるならば、この両者の方はまあ一致すると同じように扱って構わないということを一応確認しておきます。で、それはなんでそういうことが成り立つかっていうのを一応説明しておきますと、まずこの両者 のこの C っていうの、そう C' っていうのは、まあ、N を法としてまあ合同であるということですから、まずこの C と C' の差というのは N で割り切れるんですね。まあ、これ合同式の定理ですから。で、一方で、この C の方がですね、M' より小さい、絶対値 M' より小さいということからですね、ごめんなさい。この時のその、まあ、条件式を使うと、この C と C' の差というのが、最終的にはこれ、N 以下で抑えられるということが言えます。で、このことから、C と C' の差が N の倍数で、かつ、その差が N よりも C に小さいということですので、そういう両方の条件を満たす数っていうのは、まあ、0であるということで、すなわち、この C と C' が先ほどの別々な決め方しましたけれども、まあ、実質的には同じものだということが言えます。ということで、この中国徴用散布に使う法としては、この N がですね、先ほどその行列の、与えられた行列 A と B の絶対値の上階と、それから、今考えている A と B の次元 M を使って、まあ、こういう M' っていう数を求めたんですけども、まあ、その2倍を超えるようなものとして、まあ、方 N を取りましょうということにします。それから、乗余化の弦は、
と、まあ、そのマイナス2分の N から2分の N の範囲で求めます。まあ、これは実装などによって、このどっちが不等号でどっちが等号になるかっていうのは若干異なってきますけれども、まあ、それは状況に応じてちょうどいいものを取るようにしましょう。で、あとはそうですね、中央値予定量を求めるには、使うには、この N1 から NK という項を定める必要がありますけれども、もともとの条件は、N1 から NK の積が N に等しく、かつ、NI と NJ は互いにそうだというものを使います。で、まあ、互いにそうという条件が満たされていれば、まあ、素数でなくてもいいんですけれども、実際の問題を解く上では、よくやられるのは、まあ、素数を最初からプログラムの中で用意しておいて、で、N が与えられたときに、じゃあ、どのぐらいの素数を用意すれば、まあ、N、この条件を、こういう条件を満たす N になるかということを、まあ、求めるというようなやり方がよく用いられます。それからあと、まあ、結構ですね、いろいろアルゴリズムをデザインするには決めなければ、事前に決めておくべきことがいろいろあるんですけれども、じゃあ、法の個数を一体何個ぐらい取ったらいいのかっていうのもまあ問題なわけですね。で、その個数なんですけれども、今回はですね、この N1 から NK は、なるべくというか、単精度の素数ということにします。なぜかというと、まあ、原理的には、さっきの、この上のこの条件を満たす、まあ、素数なら何でもいいわけなんですけれども、今回の目的は、まあ、計算の効率化なんですね。で、どこをどう効率化したいかっていうと、その多倍長の整数演算をやっていた部分を、その単精度の整数演算に置き換えて、で、そって単精度の整数演算だけで、途中の計算を進めたいということですので、そうすると、徐余感の中の演算は全部係数単精度でやりたいということですので、ここではその、N1 から NK として単精度の整数を取ってきて、その積がこの条件を満たすように、したいというわけです。そうしますと、まあ、この条件を満たして、かつその必要最小限の大きさになるようなその素数を何個取ってくればいいかって話なんですけれども、それもこの数の長さを計算していきますと、今この N の長さっていうのがそのこれから用意する素数、K 個の素数の長さの和に等しくなっていまして、まあ、それがちょうど K なわけなんですが、これが大体そのあこれがですね大体じゃないこれがそのその我々が課している条件ですね、この、M プライムの長さのオーダーになってほしいということでしたので、でこの M プライムの長さはもともと先ほどの議論でオーダーの L として与えられていましたから、そうすると、じゃあこの素数の個数 K もこの L のオーダーで与えればよいということになります。で、実際にそのアルゴリズムを作っていきましょう。で、これは、まず入力としましては、その A と B という行列を入力して、で、出力としてその積を得るわけなんですけれども、入力の各成分の絶対値は、まあ、M 以下であると。ここではちょっと、等号が抜けてしまいましたけれども、これ、等号入ってもいいことにします。M 以下にするということにします。で、最初のステップではまずその中央値予定量を使うために必要な法となる N1 から NK を求めます。そのためにこの A と B の係数の絶対値とそれから次元からですねこの M プライムを求めて M プライムの2倍を超えるような N でかつそのN1 から NK ですね、この積が N に等しくなるような、こういう N1 から NK を求めると。で、しかもこの時は N1 から NK は単精度の素数にしておきましょう。で、次にやっている内容は、これ皆さんお分かりになるでしょうか。
ここにありますのは、その、A の RT の I ですね、AI の RT というのを、その A の RT 成分を、NI で割った、剰余というんですね。B の BI の RT についてもそうです。ですので、ここでは、その、まず、行列、与えられた行列 AI と BI の、その、法 NI を法とする剰余を取っている計算になります。で、法の NI は、I が1から K まで合計 K 個ありますから、その K 個分繰り返すということをやっております。で、次にステップ3では、これは行列の、乗算なんですけれども、これをですね、この項 NI ごとに、その、この行列の乗算を行います。で、ここで書き忘れたんですが、これ本当は、これ行列の成分 AI ですね。AI ですから BI ですので、書き加えておいてください。で、ここで注意していただきたいのは、ここでの行列の乗算はすべて単精度で行われているということです。これ、モド NI の法とするその演算ですので、ここで その行列 CI の計算はすべて単精度で行われています。で、最後に、この、NI を法とする、N1 を法とするその行列の積から、それから NK を法とする行列の積まで、その K 個の行列の積が得られましたので、その K 個の積の各成分を中国重要参法を使って、元の整数上の C のですね、RT 成分に復元するということをやります。ちなみにこの R と T のループは何かっていうと、この RT 成分ですね。RT 成分をもう RT が1から、11から MM まで全部、行列の成分だけ繰り返すということをやってですね。で、最後これは、これ成分つけるのは正しくなくて、最後は C を返せばいいですね。ちょっとここも直しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ、次にですね、こういう計算を行って、その計算量がどれだけ改善されるかというのを見ていきます。で、まず、ステップ1なんですけれども、これはですね、結論としては、計算量には関係なくて、で、ステップ1は、あらかじめ求めておいた素数を当てますので、新たな計算はないということにしておきます。で次に、ステップ2の、この、行列 A と B のですね、その NI を法とした剰余からなるその行列を求める部分なんですけれども、まずこれ、ループが3重になってますので、そのループごとのその繰り返しの回数を見ていきますと、まず、一番外側のループは I に関して、I が1から K までのループを警戒繰り返していますが、これは、K っていうのはさっきやりましたように、その N1 から NK っていう異なる法を何個取るかっていう個数だったんですが、これはさっきの議論から L のオーダーになりますということも言ってるので、ここのループの数、回数は L のオーダーとします。で次に、R と T がそれぞれ1から M まで の繰り返しになりますので、これは合計で M2 乗回のループが発生していると分かります。で、ここで次に、その、中のこの下の演算ですね。あと中の下の演算なんですけれども、これは、長さ L の多倍長数を単精度で割るという演算を行っておりまして、で、ここだけは、この授業で詳しく今までは述べていませんでしたので、一応こうなりますだけ、ここで説明しておきましたけれども、しておきますけれども、これ、オーダーの L の計算量になります。ということで、ステップ2の合計の計算量がですね、M2 乗かける L2 乗のオーダーになります。ここまででしょうか。で、次にその、実際に行列積を計算する部分を見ていきます。で、これもループごとに繰り返しの回数を見ていきますけれども、最初の、ループは、警戒ですので、これオーダーの L ということになります。
で、その中の2つの R と T に関するループも、先ほどのステップと同じく、まあ、M2 乗回のループになります。で、この中の、行列の乗算なんですけれども、これは全部単精度の、計算を行っておりまして、まず、これは普通の行列の乗算なんですよね。で、各、ここの、このシグマ1個を計算するときに、乗算が M 回と、それから加算が M マイナス1回、行って、この CI の RT 成分を計算しておりますので、これは全部で合わせてオーダーの M とまとめられます。ということで、ステップ3の合計の計算量の合計は、オーダーの M3 乗 L ということになります。で、第4ステップの、その中国乗用算法なんですけれども、まず、外側の R と T に関するループで、これは M2 乗回ですね。だから、行列の各成分回だけ繰り返すということをやってますので、M2 乗回のループが発生します。で、次の点も、この授業では詳しく扱いませんでしたので、ここでこうなりますとだけ説明しておきますけれども、中国乗用算法の、計算量っていうのは、いろいろ評価がありまして、これは、法の N1 から NK までの積の、2乗のオーダーになるということが知られております。で、ですので、この場合ですと、N1 から NK の積の N の2乗のオーダーなんですけれども、この、N というのが、オーダーの L でしたので、ここでの中国乗用算法の計算量は、オーダーの L2 乗の評価となります。で、以上でステップ4の、計算量の合計は、M2 乗かける N2 乗のオーダーという評価になります。で、一応ですね、計算量の合計をステップごとにこう見ていきますと、このステップ2とステップ4で、M2 乗 L2 乗というのが出てきて、それからステップ3で M3 乗 L というのが出てきますので、最終的にはこの、その和ですね、こういう評価になります。で、その下にですね、従来のアルゴリズムの評価というのを比べてみますとですね、まず一つ目の項では、その、L2 乗が L になった分だけ、早く、効率が良くなっていると。それから二つ目の項に関しては、この M3 乗だったのが M2 乗分になっているだけ、効率的になっているという結論が得られます。ここまでいいでしょうか。で、今回の例題としまして、テキストには例の 4.70 という例題がありますので、これを見てみましょう。で、多倍長を使うという本来の趣旨に比べると、随分その項が小さいことは小さいんですけれども、一応こういった例でも、正しくその、計算ができるというところを確かめてもらえればと思います。で、ここではその、こういうふうに与えられたその A と B、行列 A と B をですね、掛け算を、中国乗用算法を使って行いますという話なんですが、まず、A と B の、各成分の絶対値を見ていきますと、その最大値が12となっておりまして、それから、行列の次元が3ですから、そうすると、その、法を出すためには、この M2 乗かける M の2倍を計算するわけですね。まず。そうすると、これが864になります。で、864より大きな N で、かつ、その、N1 から NK という互いに素な数の積で、N に等しいものを使うということですので、この計算例では、法として9と10と11という、その連続する3つの整数を用いて、で、N を990というふうに設定しております。もちろん、864より大きい N になるような、そういう素数の積を使っても構いません。で、そこでまず、計算例で出ているのは、その、行列 A のですね、Q を法とする、乗用からなる行列、それから B を、のモード Q の行列を出しております。一応、先ほど、法の、なんですか、乗用間の弦の取り方で言及したように、ここではその各成分を、マイナス4から4の範囲で表していることに注意してください。で、モード Q の、
剰余感の部分ではこのような形でその行列まず AB の乗算を行って結果を出せます。で同じようにして、10を法とするその剰余感でのその行列 AB の乗算、それから11を法とする剰余感での行列 AB の乗算も行われます。で最後に、この3つのですね、剰余感でのその行列 AB の乗算結果から、中国剰余算法を用いて、その各成分を復元することで、この行列 AB を得ることができるというのが、この計算例です。ここまで質問ありますでしょうか。でしょうか。はい。ということで、今日の授業では、モジュラー算法について、概論を紹介しまして、それからその一つとして、中国剰余算法による行列式の計算の効率化について紹介いたしました。というわけで、一応、ひとまず今日の講義の部分をこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。